スコンクショットブースタースカンクショットブースターは、佐賀大学フォークソング研究会で2004年1月に結成されたロックバンドである。2007年3月メジャーデビュー。2004年1月に佐賀大学のサークルメンバー4人で結成。当時のバンド名は A ジャンプで、主に10ヒートや B ダッシュのコピーを行っていたが、オリジナルの楽曲も増えたことから同年3月に、 スカンクショットブースターに改名した。その後メンバー変更を経て、2005年チャコール、フィルター佐賀公演のオープニングアクトを務める。また、佐賀市内で行われたイベントで10フィートビバッチェ、マキシマムザホルモン G、フリークファクトリーストンピンバードラと共演を果たした。同年、SSB オーライが、KDDI 主催の、KDDI ミュージック国運でグランプリを受賞。 2007年3月にエアーボーンよりメジャーデビュー。生き物がかり、E.T. キングトライセラトップスワンオクロックなどと共演。以降、FM 福岡と FM 佐賀で番組を担当すると共に全国ライブツアーを観光。2014年には結成10周年記念。2019年には結成15周年記念ライブを行った。ありがとうございます。